今回は100円ノートとコラボしましたスライムベース蒸しパンですね。マンゴーヨーグルト味を食べていきたいと思います。いい再現度じゃないですかね。これまたちょっと断面を見ていきたいと思いますけど、どんなもんですかね。こちら切りますね。あ、中に何も入ってないですね。後ろについてるんですね、これ。うん、なんか入ってれば嬉しいと思ったんですけどね。想定外でしたね。まずいただきます。ああ、結構いいマンゴー風味ですね。美味しいですね。うん、生地はマンゴーの甘い感じなんですけど、この後ろの白いのところがヨーグルトになってて、うん、いい相性ですね。やっぱこのもちもち感がやっぱりスライム結構再現してると思うんですよね。いや、いい商品ですね。あと結構ボリューミーなんですね、やっぱり食べてると。これは結構食べ応えありますよね。この量ですからね。いいんじゃないですかね。うん、多分蒸しパンだけだともう飽きてると思うんですよ。このヨーグルトのペーストですかね。これがいい相性ですよね。結構爽やかな酸味があって美味しいんですよね。この甘ったるいって言うとあれですけど、まあ、若干酸味もありますけど、やっぱりこのヨーグルトの酸味が強いんで、うまく絡み合っててどんどん進みますよ。全部食べた後に見るのもあれですけど、スライムベース蒸しパン、マンゴーヨーグルト味のスカウトに成功したというメッセージが出てくるところで、いいコラボですね。このドガラオンクエストモンスターズ3がもうすぐ出るんで、うん、面白いコラボですね。というところで、本日はこの100円ローソンのスライムベース蒸しパン、マンゴーヨーグルト味をいただきました。ご視聴ありがとうございました。